南町4丁目の川辺暁斎記念美術館では12月23日まで企画展暁斎が生きた時代と妖怪画展と特別展暁斎プラスワンシリーズ28初代堀蓮川辺暁斎に魅せられて2にぎにぎまがまが展を同時開催しています。企画展では伝統的な百鬼夜行図や現代まで人気の高い暁斎の幽霊図や妖怪画をご覧いただきます。また同時開催の特別展では暁斎に影響を受けた現代作家による暁斎プラスワンシリーズの28回目として今回は広く国内外で活躍されている画家初代堀蓮氏の作品展です。今回の美術探訪ではこの2つの展覧会をご紹介します。川辺暁斎は幕末から明治半ばまで活躍した日本画家です。1831年現在の茨城県古河市に生まれ、7歳で浮世絵師歌川国芳の門に入り、すぐに狩野派に移って修行を積みました。さらに伝統的な大和絵や浮世絵、西洋絵画、中国絵画なども独学で学んで、幅広い画風で多くの作品を残しています。それではまず企画展の作品から見てまいりましょう。大きな鬼の首が源頼光に向かって飛びかかっていきます。鬼は大江山に住む酒呑童子の夜の姿で、その悪行に困った帝が源頼光とその家臣の四天王らに鬼退治をさせたのです。この大江山鬼退治の物語は室町時代の絵巻物大江山絵言葉に登場し、その後謡曲や江戸初期のおとぎ草子にも取り上げられ、人々に馴染み深いものとなりました。暁斎が描いたのは頼光が酒呑童子の首をはねて退治したまさにその場面です。手長足長とは中国の古典仙外教に登場する変わった姿の国の人々で、日本では古くから伝統的なデザインに用いられています。こちらの暁斎の掛け軸では、足長は山に住むのか桃の実と木こりの道具を持ち、手長は海辺に住むのか魚と菊を持っていて、物々交換でもしているようです。まるで日本神話の山幸と海幸になぞらえたような作品です。文化6年刊行の式亭三馬作渾身長五郎中高話の一場面を暁斎が描いた版画です。全身に入れ墨を入れた渾身長五郎が地獄の相撲で金剛尊を投げ飛ばしています。それを見守る人々は、生前狩金五人男として名を馳せた悪党や歌舞伎で天下を狙う大悪人として描かれる大友の黒主といったならず者のほか、稲田姫や滝夜叉姫ら女傑も揃い、柱の向こうでは冥界の恐ろしい妖怪たちも集まって、どちらが勝つか固唾を飲んでいます。明治17年開業の温泉宿新生亭が発行した宣伝用の内輪絵です。明治19年の官報に載った磯部高専の効能の一覧を掲載しているほか、暁斎は便秘、腸胃カタルなど、この温泉で治る病気を妖怪に見立てて、妖怪たちが退散する様子を描いています。この新選亭があったのは東京の鶯谷です。鶯谷には当時名湯の名前をつけた料亭や温泉宿が数多くあったようで、暁斎は同じく鶯谷の料亭伊香保の宣伝内輪絵なども描いています。
王子稲荷にまつわる芝居や伝説などを描いた版画です。王子稲荷といえば大晦日の狐火が有名で、歌川広重の江戸名所百景にも怪しい狐と狐火が描かれています。ところで暁斎が描いた狐たちは装束絵の木の前で郵便符や羽織に西洋風の帽子という和洋折衷の姿、ドレスアップした女性、ガストーにまで変身中です。こうした当時の最先端の開花風俗に化けた狐たちを描いているところに明治という新時代が感じられる作品です。最後に第3展示室で開催中の特別展暁斎プラスワンシリーズ28初代堀蓮川鍋暁斎に魅せられて2にぎにぎまがまが展をご紹介します。こちらは蕨在住の画家初代堀蓮さんの作品展です。展覧会名の副題であるにぎにぎまがまがとは、それぞれ神々の楽しげな様と妖怪の怪しげな様を表しているとのこと。それでは初代堀蓮さんご自身から見どころを紹介していただきましょう。今回ですね、蕨市のね、双子織結構有名ですけれども、今までちょっとプリントされているものがね、小さいものでなかったので、私がちょっとこの双子織の生地に自分でデザインした、文様のマーク、空と岩と波、これをちょっとモチーフにして、巻物風にしてみました。ね、そこでちょっとこう巻物絵図みたいな感じで陰と陽、まがまが妖怪とにぎにぎ、七福神楽しいものの手法で陰と陽二つの手法で書いてあります。双子織はですね、最初に蕨神社の方からこの双子織の三重をちょっとプレゼントしていただいたことがあって、それからすごい布のことがすごい好きになって、今回この展覧会の時にはこの双子織っていうのをこうみんなに知ってもらおうと思って、他のね地域の方から海外の方もいっぱい来るんでね、そういうの知ってもらおうと思って今回双子織と自分の作品のコラボを考えましたけど、でもう一つ蕨市で岡田清浄さん、畳屋さんなんですけども、まあうち私も20年蕨住んでますけれども、いつも畳をね交換してもらうときにちょっと小さい畳を無理やり注文してくるしたら作っていただいたのがこのミニ畳なんですけども、これ海外の人とかにすごいちょっともてはやされて、これも一つの作品として取り上げてみました。こちらの作品なんですけれども、万灯みこしといっておみこしの一部のものです。今回展示してあるこの作品は、戸田のふるさと祭りの時におみこしで担がれたものです。で本当はね、中山道の方の宿場祭りでも暁斎の七福神、あちら私また絵を描いて万灯みこしとして、ね、担いでいただいたんですけれども、ちょっと搬入に間に合わなかったんで、また毎年暁斎みこしは11月には出ますので、皆さんお楽しみにしてほしいですね。今回の美術探訪は川鍋暁斎記念美術館で開催中の企画展暁斎が生きた時代と妖怪画展と、特別展暁斎プラスワンシリーズ28初代堀蓮川鍋暁斎に魅せられて2にぎにぎまがまが展をご紹介しました。企画展では暁斎の描いた作品を40点ご覧いただけます。12月23日まで開催されていますので、足を運んでみてはいかがでしょうか。